スリープレスナイトは日本の競争場、繁殖品場。主な勝ち倉は2008年のスプリンターズ・ステークス、CBC 賞、北九州記念。2008年度の JRA 賞最優秀短距離場に選出された。場名の意味はマシューペリーがいわゆる黒船で来航した時の世相を風刺した教科の一節に由来する。 2007年1月7日、京都競馬場での3歳新馬戦でデビューし、2着。2戦目3着を挟み、3戦目の3歳未勝利戦で2着、スリーキラ層に10馬審査をつけて初勝利を挙げる。500万条件戦を2001勝で通過すると、1000万、条件特別の伊豆市特別、準オープン級のエチゴステークスにも勝って3連勝で、オープンクラスに上がる。 ここまでの中では、ゲート難に悩まされたり、2007年夏の馬インフルエンザの流行による移動制限の影響を受けたりもした。オープンクラスでの最初の2戦は、連続5着に終わったが、暮れの阪神競馬場でのギャラクシーステークス、2008年初戦の門松ステークスで2戦、連続2着に入ると、4月中山競馬場での、 京王ステークス、5月京都競馬場のリッドステークスとオープン特別を連勝。重賞初出走となった CBC 賞でも4番人気ながらスピニングの R を下して重賞を初めて制し、安城の上村博之にとっては1998年のスワンステークスをロイヤル鈴鹿で勝って以来の9年8ヶ月ぶりの重賞制覇となった。 続く北九州記念も勝って、重賞に連勝。G1 競争初出走のスプリンターズステークスでも一番人気に支持され、レースでは直線で抜け出して、近車差の奇跡の追撃を抑え、5連勝で初の GI 競争勝利を飾った。安城の上、村も、これが初の G1 競争勝利となった。その後は、香港スプリントに登録するも、 外省を追い回避し、年内は出走しなかった。2009年を迎え、2008年度の JRA 賞の先行で最優秀短距離場に選出され、またドバイゴール電車品を目指すプランもあったが、今度は放牧先で人シンを発症したために断念し、高松宮記念に目標を変えたことも明かされた。2009年初戦の高松宮記念は、 直線で逃げたローレルゲレーロー、一旦は、捕まえるも差し替えされて二着。休養を挟み九月のセントオールステークスに出走も、アルティマトゥーレを捉えることができず二着に終わる。その後、前年に続く、スプリンターズステークス連覇を目標に調整が、進められていた矢先、右前屈検炎を発症し引退。10月1日付で、 JRA 競相馬登録を抹消、生まれ故郷の農山ファームで繁殖品馬となった。J リーグガンバ大阪所属選手の遠藤康人が一口橋として出資していた。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。繁殖品馬となってからは2頭出産したが、2012年1月23日に2番子を出産した後、 2月2日午前に右頭骨を骨折したことにより死亡した。発災没。ありがとうございます。